学生の頃、体育の成績は2以上取ったことがない。スポーツ見るのも、スポーツやるのも大嫌い。体感ゼロ、運動落ち。頑張りました。今日から YouTube スタート。映画道を歩み続け、早18年。あの日、一つの決断をした。それは、自分自身が表舞台に飛び出すことだった。この記録は、人生をかけた熱い熱い挑戦だ。さあ、準備はいいか監督。お前の底力、見せてみろよ。本番いきます。よーい、カメラ OK、 ポーズ OK、 役者 OK、 よーいスタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。数年前、バーフバレという映画に出会いました。それを企画にインド映画ばっかり見ている時期がありました。マジでインド映画すげえ。その影響は凄まじく、スケール感、映像表現、制作費、今まで浴びるほど見てきた映画、すべてが覆されました。人生半分以上捧げてきた自主制作映画、天と地との差を見せつけられ、いわゆるエンターテインメントの極みを見せつけられました。自分が作品を撮る意味を見失った。もちろん、それだけの理由ではありませんが、カルチャーショックを受けに受けまくったインド映画、ぜひ見てほしいと思います。ぜひ。そのわけで、自分を見つめ直すために始めた YouTube、 その一環として始めた1ヶ月企画。実は監督3本やっております。1、字が上手くなりたい。2、絵が上手くなりたい。3、ダンスが上手くなりたい。ちなみに当時、この監督ラボの他にもホワイト部、インド映画の東大、こちら立ち上げておりました。同時3チャンネル運営は想像を絶するほどきつく、ホワイト部は11本投稿してチャンネル休止、インド映画の東大はなんと1本の始めまして動画を投稿しチャンネル削除。さて、こっからが本題です。インド映画の東大が稼働していた頃、企画ものをしておりました。それが先ほどの3本目のダンス企画。1ヶ月で毎日1回 TikTok に投稿する。実は今も TikTok に投稿した動画が残っております。というわけですね、この機会にこの監督ラボでもお見せしたいと思います。ちなみに監督、ダンス経験ゼロ、学生時代の体育の成績はオール2。そんな運動音痴の男がインド映画に触発されて、自分も踊りたい、体に表現をしたい、恥ずかしさを捨てて全てをぶつけました。早速見る前に、まず参考とするインド映画を、こちらのダンスシーンをご覧ください。それでは1日目から見ていきたいと思います。あ、大いに笑って結構です。はい、ここからですね、監督による音声解説付きで楽しんでいただきたいと思います。まずこの初回なんですけども、絶対に途中で棒立ちは避けたいというためですね、はい、めちゃくちゃ練習をしておりまして、これが多分10回15回やった中での最後のカットで、これを投稿しようというわけでですね、 TikTok に投稿しました。で、この後ですね、よろめいてます、そして笑ってます。もうダメ、全然ダメ。はい、3日目でございます。デコ広、帽子もう少し下げたかったですね。で、この3日目でですね、注目していただきたいポイントは目、目が死んでます。なぜかと言いますとですね、監督結構完璧主義者で、これはまだ TikTok に出せないなというわけでですね、何回も何回も撮っております。疲れたーっていう感じですね。はい、5日目。はい、というわけでですね、見てください。ちょっとね、遠出して撮影してきました。で、やっぱりですね、こういった外で撮影するときは周りの目が気になるので、この撮影前にめちゃくちゃ練習して本番1回で撮りたいと思ったんですけども、最終的に 4,5 回かかりました。でね、見て、疲れてるよね、もう明らかに疲れてる、ヘロヘロやないか。はい、7日目。はい、で、この辺からなんですけども、前後の動きですね、着内に収めるように結構考えて踊っておりました。ただね、考えてるんで顔がもう必死です。もう疲れてるね疲労感が漂ってやばいなはい、頑張って、もうちょっと、はい、はい、あ、疲れてる、疲れてるはい、13日目でございます。おし、この辺はちょっとね、体がなんか滑らかに動いてきましたね。ただやっぱ硬いですね、やっぱね、全然硬いです。はい、はい、ちょっとこの辺からはね、余裕が見えてきたんだけど、ほら見て、顔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 見て、笑顔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 、頑張りましたよ。はい、でね、15日目来ました。はい、頑張りすぎて足負傷しました。というわけでですね、上半身だけ踊ってます。足のね、ジャンプはね、今回使っておりません。はい
でもやっぱり、ね、下半身が結構きてるので顔が結構きてさ。頑張ってくれ、俺頑張れ、よしよし、はいはいはい、21日目。はい、でまだですね足負傷してます。でよく見ていただきたいんだけども、上半身、下半身を捨てているので、上半身に全てを耐え込んで、見てこの顔と手の動きの迫力、ここを意識してめちゃくちゃ頑張っております。見てこの顔の真剣さ、はいはいほいはいほいはいはい、はい、26日目になりました。ここからはですね、見てこれ足治ってます。はい、初日と比べてみて結構上手くなったでしょ。やっぱりね、そのプロの方と比べると全然ダメなんですけども、初日に比べたら体の滑らかさ、見てこれ迫力、はいはいっていうね。はい、31日目ラストです。はい、本家を見ないで真ん中と初日を比較してください。というわけでですね、 TikTok 版はこういったオープニングがありますので、気になる方はぜひそちらもご覧ください。で最終日見ていきたいと思います。はい、体の動かせる可動範囲がかなり広がっております。あのね、映像ではあまり見てわからないかと思うんですけども、本当にビビるくらい毎日汗だくでした。そしてラストショットなんで結構これ撮り直してるかと思います。でやっぱね、踊る楽しさを覚えたのもこの辺りかと思います。お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。最終日のやりきった感、そしてそれと同時に襲ってくる、もう明日どんな日のかというちょっと寂しい感じ。途中足を負傷するも下手でも打ち込むことで心身ともに成長しました。前日見たいよっていう方はですね、 TikTok のアカウント貼っておりますのでぜひご覧ください。ちなみにこのダンス企画なんですけども、終わった後にですね、なんか足りねえなーっていうインドのミュージックビデオのダンスシーンをまだこれもですね1ヶ月やっております。こちらはですね、今回動画で紹介したいのですが、興味がありましたら動画概要欄から見れますのでぜひご覧ください。ではまた次の動画で会いましょう。